最近泣かれたかな。まあ、いつもスタイルのいい女性が歩いてる。まあ、悪くはないですよね。もっとね、地面をね、地面をもっと描き込んだ方がいい。はい、この地面ね、暗くていいです。暗くて。まあ、これは悪くないですよ。これもなんか市場があるよ、これ。この絵は。ここは何ですか、水？あ、キャベツバだ。そうだね。キャベツバタ。これはなんかね、市場がある。絵に。なんか多少坂道みたいにね、行くように見えるな。小屋があってね。ここになんか2人がね、入ってて。山も、遠くの山も感じが出てる。これは構図として面白い。山もいいし。題名は流れてる。なる。だいぶロマンチックないよ。これがマーガレットですかね。そうです。まあ、ちょっと考えすぎかもしれない。まあ、坂道の家だから、そういう坂には坂で少し、ね、言うならね、坂の上の家とかなんですよ。いや、いいですよ。流れてるのは、あれだね、間違いない。まあ、これもちょっと、市場があって、これね、こういう足なんかね、たとえ畑さんのこういう白い靴下であってもね、もっとね、強くしないとね、やっぱり足が地につかないっていうかね、大体下半身っていうのはね、強めに描いていいんです。これもそうだよね。遠くの場合なおさらね、そうしないとこれが明るすぎてね、日中の人でもね、立ってる人は下の方暗いもんです。まあこれ夜の景色でしょ、どちらも。もうちょっとこれにね、まあちょっと長崎のあの人のやつも見たりしてね、田代さんの絵も見たりして、で、やってください。でも、せっかくこれに取り付いたんですからね、これ、雨の、風景ですね。雨に近くて。で、向こうのね、建物、もうちょっと深みを持たせたらね、ちょっともっと複雑にしてね。田代さんの絵は、田代さんの絵は、ビルも細かく描いてないんだけど、2つのビルが見えるんですよ。これは広げない勢いなんかでやってる例があるけど、これやったって悪くないですよ。やったって悪くない、構わないですけど、大体だけど雨を感じさせるのは下の光に光ってるところですね。この下の路面で分かっちゃうね。でこの路面に反射映ってる、大体雨って分かるから、これをあんまりやるとね、ちょっと嫌味になる。下ですね、この表現が、まあ、今も結構うまくいってますけどね、まだ綺麗事だね、ちょっとね。